ということでまあちょっと今場所は何でしょうかね照ノ富士以外はちょっと何か一つ何かありそうな気がするんですよねえということでまず十両から見ていきたいと思いますえ幕下琴優勝局中砲戦が組まれました、まあ、局中砲が重量席のねまあちょっと力を発揮したって感じじゃないですかね局中砲引き落とし東白龍平戸海東白龍がはたき込み荒足谷に白王山荒足谷が突き落とし 円鵬朝乃若朝乃若を上手投げ、えー、水戸龍に東龍東龍が押し出し矢ノ美の海、えー、美の海が寄り切り緑富士に極大成緑富士がはたき込み琴勝峰大将峰琴勝峰寄り切り王鵬錦王鵬寄り切り五連勝徳勝龍と千代の徳勝龍、えー、寄り切りで今場所初白星武将山に快勝武将山が下手投げ 大奄美に一山本、一山本が寄り切り、大正丸に若本春、大正丸が突き落とし、剣勝に錦富士、錦富士が下手投げで勝っています。幕内です。天空海阿炎から始まります。阿炎を押し出しで勝って五連勝。千代丸に小宝山、千代丸が押し出し、佐奈美に千代の国、千代の国が寄り切り、輝きに栃の心、栃の心、球場を明けということになりまして、今場所初白星となりました。 えー、豊か山に海星ゆ、えー、海星が揺り切り、千代大龍に北斗富士、千代大龍を押し出し、北斗富士、今後初,初黒星です。石浦に秀の海、秀の海が送り出し、青山に照強し、照強しが下手投げ、琴ノに翔猿、翔猿が押し出し、浦と栃尾翔馬、鳥取で浦の勝ち。 琴恵子に玉鷲玉鷲が押し出し高安に豊昇龍高安が寄り切り島の海に遠藤遠藤はたき込み大野咲に宝富士宝富士が突き落とし一ノ城に大栄翔大栄翔押し出し霧馬山に明生、えー、明生に押し倒しということでちょっと霧馬山厳しいですねこれで5連敗ということで小結びの位置につけているね霧馬山ではありますが、えー、少し、えー、その力っていうのがね、えー、少し潜めているようなそんな感じがしますね。 はいえー、関脇御嶽海に若隆景若隆景は寄り切りで勝ってということで、まあ、大関候補若隆景ということもありましてね、まあ、やはり御嶽海というのは、ね、ちょっと何か一つ物足りないというところがまあ,あるんでしょうかね御嶽海関も大関候補と言ってもいいかなということで一時期は筆頭候補まで。 言われていた時期もあったんですけどここ先はその影というのも潜めてますよねなぜ、まあ、か10勝できないというところでちょっと安定感という場面ではちょっと大関陣に求められてるというところではちょっと欠けてるんですよね、まあ、ここでいっぱいいてしまうということでちょっとまた遅れを取ってしまうということになりそうな感じがします、はいえー、続きまして妙義龍に大関貴景勝貴景勝はさすがですね5連勝で、まあ、大関の力は十分に発揮という感じでしょう。 そして、えー、大関正代と沖ノの海沖岐の海関はここまで1勝3敗と少し、ね、スタートダッシュに失敗してしまった感じがいがめなかったということで、まあ、正代関もちょっとスタートダッシュが、ねえー、初日黒星からこう始まってなんとかその後は、えー、3連勝で、えー、盛り返しつつはあったんですけどねまさかの沖ノの海関に敗れてしまってこれで土が2回ついてしまうということになってしまいました。 そして横綱照ノ富士相手は高の里ということでねこちらも若手ではありますけどもあ、まあえー、後々上位を狙っていける三役を狙っていける逸材だと思うんですけども照ノ富士が、えー、上手投げと相手を寄せつけない相撲ということで、えーまあ、横綱の照ノ富士は相変わらず強いっていうねそんな感じですね。ということで本日は最後までご視聴ありがとうございました次回の動画でお会いしましょうそれでは失礼いたします。